それでは、ただいま定刻となりましたので、ただいまより電力ガス取引監視等委員会第12回料金制度専門会合を開催いたします。私は事務局ネットワーク事業監視課長の田中でございます。よろしくお願いいたします。委員およびオブザーバーの皆様方におかれてはご多忙のところご参加いただきまして誠にありがとうございます。本会合は新型コロナウイルス感染症の感染機会を減らすための取り組みを講じることが求められている状況に鑑み、オンラインでの開催とし、傍聴者、随行者を受け付けないこととさせていただいております。なお、議事の模様はインターネットで同時中継を行っています。それでは議事に入りたいと思います。以降の議事進行は山内座長のお願いしたく存じます。よろしくお願いいたします。はい、承知いたしました。山内でございます。それぞれの議事次第に従って進めさせていただきますが、本日の議事はですね、一つだけということでございまして、タクソ料金制度、これリベニューキャップですね。この制度の詳細設計についてということでございます。だんだんと実施時期がですね、近づいてくるに従って、細かいところを決めなきゃいけないことが出てきておりまして、これについてでございます。資料3ですが、これ事務局からご説明をお願いいたします。はい、それでは、資料3をご覧いただけますでしょうか。タイトルが、タクソ料金レベニューキャップ制度の詳細設計についてということになってございます。2ページでございますけれども、ただいま座長の方からもご説明いただきましたように、昨年11月に取りまとめた内容に基づきまして、現在の申請審査に向けた準備を行っているところでございまして、今回はその審査査定に向けた詳細追加論点について、このご議論いただきたいというものでございます。続きまして3ページ、N1 電線の扱いについてということでございます。4ページですけれども、N1 電線費用についてでございますが、従来の系統の信頼性の観点等から、N-1 故障、1回線故障時、故障等発生時でも安定的に送電可能な容量を確保した設備形成が行われてきたところでございます。N1 電線は、N1 故障発生時に電源制御を実施することで、平常時にこの容量を活用するようにできる仕組みということでございます。N1 電線は2018年10月より特区へ接続する新規電源を対象に先行適用されてきたところですが、2022年度には系統のさらなる有効利用を目的として施設電源を含めたすべての電源を対象に本格適用することになっております。 N1 電線の適用に必要な費用を一般負担することというのがこれまでの審議会等において整理をされておりまして、レベニューキャップ制度における当該費用の査定方法についてご議論いただきたいというものでございます。5ページ6ページは新エネルギー庁の審議会における整理ということになってございます。7ページでございますけれども、こちら N1 電線費用の扱いということで、N1 電線の適用にあたっては、初期費用として、この上段のですね、電線装置の設置費用、また下段のオペレーション費用として、電線された電源の代替電源調達費用および再起動費用が発生するということになっております。で、上半分の初期費用ということについては、こちらの査定方針として、投資量と投資単価に分けて査定を行うと。で、投資量については N1 電線の適用系統が、ローカル系統の増加比率を整合的になっているかや、装置の設置台数が妥当になっているかを確認すると。で、投資単価については、こちらの装置によって求められる仕様等がですね、設置される系統や設置環境等によってかなり異なり、精緻な横比較というのは困難であることから、個別にヒアリングを行い、妥当性の確認を行うといったこととしてはどうかというものでございます。で、下半分のオペレーション費用については、こちらのプロセスとしてですね、広域機関や監視において実績費用の妥当性を検証するということになっているため、その検証結果を確認の上、必要な調整を実施するということとしてはどうかということで、査定上は事後検証費用に分類するというところでございます。8ページはこちらの方は広域系統整備計画における参考資料ということになってございます。9ページ10ページはそれぞれ初期費用とですね、オペレーション費用の内訳の詳細ということになってございます。11ページはオペレーション費用の概算ということになっております。続きまして、12ページでございますけれども、ニポスの制御不能費用の見積もり方法ということでございます。
13ページですが、制御不能の見積もり方法については、以下の2通りで行うということで整理をされていまして、まず見積もり方法を1としては、過去5年間の実績を踏まえて見積もり費用を算定すると。で、見積もり費用2としては、何らか合理的な前提条件に基づいて、過去実績以外の方法で見積もり費用を算定するということで、この2通りで行うということで、これまでの料金制度専門会合において整理がされてきたわけでございますけれども、これらの制御不能費用の対象と整理された各費用について、その特性も踏まえた具体的な見積もり方法ということについて、詳細をご議論いただきたいということでございます。なお、制御不能費用の見積もりということなので、あくまで当初レベニューキャップ算定時の見積もりということであって、実際にかかった費用ということについては、制御不能費用として事後調整を行うということになるものでございます。14ページ、こちら、制御不能費用の対象費用ということで、一覧ということでございまして、15ページ、こちらも制御不能費用の対象費用の続きということになっております。多くの費用のところに関しては、今回、この提示をするわけですが、一部につきましては、次回以降、さらにこのご提示をすることとしたいというふうに考えております。それでは個別のそれぞれの項目についての見積もり方法ということですが、16ページ、こちらは退職給与金の数理社員償却の既存分ということで、既存分ということで、すでにこの発生している経費ということで、制御不能費用ということで、これまでご整理いただいていた話ですが、こちらにつきましては、2021年度までに発生した数理債に対する規制期間における償却額を見積もることとするということで、ただし、事業者にとって、期待運用収益率や数理債の償却年数が異なることも踏まえ、これらの金額について合わせて確認を行うということでございます。また2022年度に発生する数理債については、こちらの合理的な想定というのが見積もり時点においては困難であるため、事後調整により対応することとしてはどうかということでございます。続きまして、PCB 処理費用でございます。PCB 処理費用については、こちらの法令に基づき、2026年度までに完了させる必要があることから、2023から2026年度の4年間に発生する費用を見積もることとしてはどうかということでございます。続きまして18ページの賃借料についてということでございます。こちらの方はさまざまなこの費用はあるわけではございますけれども、年度ごとに大きな変動というのが見込まれない費用であることを踏まえ、2017年から2021年度の5年間における実績値を見積もり費用とすると、ただし規制期間においてですね、設備賃借の状況に変動が発生する場合にはそれを踏まえた金額を見積もることとするということでございます。続きまして受益者負担金でございます。受益者負担金、こちらにつきましても、年度ごとに大きな変動が見込まれない費用であるということを踏まえ、2017年から2021年度の5年間における実績値を見積もり費用とすることとしてはどうかということでございます。続きまして20ページの公費機関の会費でございますけれども、公費機関の会費については毎年度その金額が決定され請求が行われるため、規制期間において発生する額を精緻に見積もることは困難ということで、これを踏まえ申請段階で判明している2022年度の会費の5年分を見積もるというのが、最もこう確からしいというかですね、この近い推測ということに見積もりになるのではないのかというところでございます。21ページ、災害復旧費用について、拠出金についてでございますけれども、こちらの災害相互扶助において一般送配電事業者が積み立てる拠出金でございますが、すでに決定されている2023年から2025年度における自社の年間拠出総額 62.1 億円を、まだ金額が決定していない26年、27年度にも適用しまして、当該金額を各事業者の想定上電力料費で半分した金額というのを規制期間における拠出金として見積もることとしてはどうかということでございます。続きまして24ページでございます。貸し倒れ損ですけれども、
貸し倒れ増については、こちらの将来における発生額、精緻に予測できないことを踏まえ、2017年から2021年度の5年間における実績値というのを見積もり費用とすることとしてはどうかということでございます。ただし、当該実績値において1件当たりの金額が非常に大きいケース等については、その妥当性や見積もり額に参入することの是非を検討してはどうかということでございます。続きまして、減価償却費、既存分及び固定資産税ということでございますが、こちらの既存分ということですので、2022年度までに竣工予定の資産というのを対象に、規制期間において発生が見込まれる減価償却費及び固定資産税の金額を見積もることとしてはどうかというものでございます。26ページは、こちらの振り替え損失調整額ですけれども、振り替え損失調整額についてはですね、こちらも将来における発生額というのを予測することは困難であり、過去実績を踏まえて見積もり費を算定することが妥当と考えられるわけですが、これも直近の変動というのが結構大きい話でございますので、申請直近の2021年度の費用実績値の5年分というのを見積もることとしてはどうかということでございます。続きまして27ページでございますが、賠償負担金、賠償負担金相当金及び廃炉円滑化負担金相当金ということにつきましては、こちらは料金制度専門会合でも整理をしていた通りですね、申請時点における最新の大臣通知に従って規制期間に必要となる回収額を見積もるということでございます。28ページ、高速効果、こちらについては、各種類があるわけですけれども、下にございますように、雑税に関しては、2017年から2021年度の5年間における実績値ということで、を見積もり表にするということで、電源開発促進税については、こちらの規制期間における課税対象の想定需要電力量かける税率ということで算出をするということで、事業税についてはこちらの規制期間における課税対象の想定収入かける税率のように算出するということでございまして、法人税等については事業報酬の自己資本相当分に税率をかけて、税引き前のものに割り戻した上で税率をかけてですね、算出した額というのを見積もり費用とすることとしてはどうかということでございます。続きまして29ページ事後検証費用の見積もり方法でございます。30ページですが、事後検証費用の見積もり方法についてもですね、制御不能費用と同様に過去5年間の実績を踏まえて見積もり費用を算定する方法及び何らか合理的な前提条件に基づいて過去実績以外の方法で見積もり費用を算定する方法が考えられるところでございますので、これらの費用ということについてもその特性を踏まえた具体的な見積もり方法についてご確認をいただきたいというものでございます。いわゆる事後検証費用ということについては31ページのような比目ということになっているところでございます。大方の比目は今回取り上げるわけですが、一部の比目については次回ということにいただいております。30ですけれども、各総量のうちですね、地域間連携設備の増強にかかる費用ということでございますが、こちらの見積もり方法については申請段階で保育系統整備計画が策定されている地域間連携線の増強案件において全国負担分と整理されている費用というのを見積もり費用に参入することとしてはどうかということでございます。なお規制期間中に保育系統整備計画が策定される案件については自己調整により対応することとするということでございます。で、33ページですけれども、事業者間生産費ですけれども、こちらについてもですね、将来における発生額というのを精緻に予測することは困難であるわけでございまして、振り替え電力供給量については、今後の再エネ大量導入等に伴う潮流変化によっても変動することから、申請直近の2021年度の費用実績値の5年分を見積もることとしてはどうかというものでございます。
34ページ、保証費ですが、保証費については、こちらの2017から21の5年間における実績値を見積もり費用とするということですが、ただし、当該実績値において1件当たりの金額は非常に大きいケース等については、その妥当性や見積もり額に参入することの是非を検討するということでございます。続きまして、35ページの災害復旧費用ですが、こちらについては、申請時点の直近5年間、あるいは10年間の実績値をもとに見積もり費用を算定することとするということで、過去の災害発生等の状況ということがあろうかと思いますので、過去実績を算出する期間については、事業者ごとの過去の災害発生等の状況も踏まえ、より実態に即した方法を採用することとして、その妥当性について確認を行うこととしてはどうかということでございます。4ページ、キャペックス査定における投資量の確認でございます。37ページですけれども、キャペックス査定における投資量の確認方法ということで、キャペックス査定については、これは料金制度専門会合におけるこれまでの議論の中で、設備投資額を、投資量と投資単価に分解することを基本とすると、整理を行ってきたところでございます。で投資単価については、これはいわゆる統計的な査定というのを基本とする一方でですね、投資量については、必要な投資の確保のための投資目的の妥当性であったり、投資時期の妥当性であったり、投資量の妥当性という観点を踏まえ、拡充投資、更新投資における系統区分に応じた査定を行う必要があるということでございます。特に第一規制期間においては、これ投資量に過不足がないということを、十分にこの確認する必要があること、および、第二規制期間に向けて、統計査定のさらなる精緻化を実現する必要があることと踏まえですね、連携線期間系統およびローカル系統の投資量について、工事件名ごと、設備ごとに、深度のある幅広い情報を入手し、精査する必要があるところでございます。なお連携線期間系統については投資額について個別の刑事件名ごとに整理検証すると整理されたことから、これについては投資量と合わせて情報を入手することとしてはどうかということでございます。で38ページ39ページ40ページ41ページについてはこれまでの料金制度専門会合における整理というのを改めて記載をさせていただいているところでございます。42ページですけれども、したがって、ただいま申し上げたようにですね、事業者に提出を求める情報ということでございますが、連携線期間系統においては、個別件名ごとに、この主要工事件名説明書の提出というのを全件求めることとし、その記載項目については、主目的である投資量、投資額の確認ということに加えまして、この42ページのこの下のこの図のですね、真ん中の下にもあるように、この工事件名に紐づく除却費用や事故調整の妥当性の検証等のこの査定項目にも利用するといったことを想定し、以下の通りとしてはどうかということで、具体的に42ページのこの右側にあります通り、工事目的だったり概要、または工事に関する詳細な計画、設備の種類、数量、投資額に関する情報、その他の関連情報といったことをこの主要工事件名説明書の記載項目としてその提出を求めることとしてはどうかということでございます。なお右下にあります通り主要工事件名説明書の提出対象ということについては全件を対象にするわけですが10社合計で約2000件程度というのを想定をしているということになってございます。続きまして43ページでございます。こちらのローカル系統ですけれどもローカル系統においてもですね連携線期間系統と同様個別件名ごとに主要工事件名説明書の提出を求めることを基本とすることとしては
どうかということでございます。なお、ローカル系統の方については、まあ、これ、件数および、この数というのが、まあ、基幹系統の方に比べてかなりこう多くなるといったことも考慮しまして、まあ、各社のローカル系統における投資金額の、この 80% から 90% 程度をカバーする、金額上位の工事件名というのを提出対象にすることとしてはどうかということでございます。記載項目に関しては、この基幹系統と同じようなところでございますが、この件数ということについては、この投資金額の80から 90% 程度をカバーする金額上位の件名ということで取りますと、大体10社合計で4500から6000件程度ということを想定をしてございます。なお提出対象外のですね、金額規模の小さな工事件名ということについても、別途簡易な工事目的や工事種類等の情報を収集した上で、最低限の査定は行うということとしてはどうかということでございます。44ページはこちらの80から 90% をカバーする金額上位の工事件名の抽出イメージということになってございます。続きまして、ごぽつのですね、中央給電指令所システムの使用統一化でございます。こちら前回のですね、料金制度専門会合ということにおきまして、調整力の運用コスト低減を実現する観点から重要な取り組みである中央給電指令所システムの使用統一化というのを目標項目に追加をしたところでございます。で、47ページですけれども、中央給電指令所システムの使用統一化についてということで、まあ、先ほど申し上げたようにレベニューキャップ制度の新案における目標項目において、設備の使用統一化に加えて中央給電指令所システム、中級システムの使用統一化が規定をされているところでございます。設備の使用統一化は送配電設備の調達コストの低減による宅送料金の低減効果や、広域での資材融通による災害時の早期復旧を期待するものである一方で、中級システムの使用統一化はその実現によってですね、調整力運用コストの低減による宅送料金の低減効果であったり、全体最適なメリットオーダーによる社会コスト全体の低減効果の両方が期待されるものでございます。でこれらの効果及び、必要な費用を検証する上では、通常の設備の使用統一化に比して、より高度かつ幅広に検討を行っていく必要があると考えられることから、別途中級システムの使用統一化として目標項目を設定しまして、今後関係審議会において費用負担のあり方も含めて詳細に検討を進めていく必要があるところでございます。でレベニューキャップ制度におきましては、今後の制度面での検討状況というのも踏まえつつ、中級システムの使用統一化にかかる費用について、前述の費用対効果等も踏まえた個別査定を行うこととしまして、必要に応じて期中においてレベニューキャップに参入することも認めることとしてはどうかということでございます。従いまして、47ページの右下にあるような形の査定方針案ということで、個別査定を実施するということで、基本的には以下の事項等を念頭に査定を実施ということで、中級システムの使用統一化による宅送料金及び社会コスト全体の低減効果の確認ということで、そういうことを踏まえた中長期的な費用対効果、また過去の類似システムとの比較をした費用の妥当性検証といったようなところで、この個別査定を実施していくこととしてはどうかということでございます。